辛いものです。はい、皆さんこんばんは、一ノ瀬かなです。このオープニングパートは番組収録後に撮影しています。なんと今回は日本撮りの2本目でございますよ。ぜひ見てください。そしてちょっとね、ここにハロが映っているんですけれども、ちょっと訳あってこれは作家さんになりましたちょっとね、いろいろありましてね、まあそんないろいろはその深い理由ではないんですけれども、純粋にスケジュールの都合でございますありがとうございます。ということで、それでは楽しんでいってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋。皆さん、秘密の部屋へようこそ。一ノ瀬かなです。この秘密の部屋では、私一ノ瀬かながここだけの内緒のおしゃべりをしたり、秘められた能力を開花させるためにいろいろなチャレンジをしていきます。番組の感想をつぶやく際は、ハッシュタグひらがなで一ノ瀬の部屋をつけてつぶやいてくれると嬉しいです。はい、今回は2本撮りの2本目でございます。はい、この番組ではですね、2本撮りは初めてですのでね、ちょっと皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。そして先週のオープニング茶番で触れたキングオブコントの決勝の結果もすでに行われていまして、今年行われて結果がもう出てるってことなんですね。もう当たったのかな、当たったかな、外れたかな、まあ8割型外れるということでしたので、当たってるかどうか皆さんはもう真実を知っているということですね。はい、そして今年2回目のアメリカからも帰ってきた時間でございます。おー、何があったかな、ね、お土産ね話などは次回できたらいいなっていうふうに思うので、そちらまでお待ちください。そして今回は特別企画も行います。はい、なので期待していてください。それでは一ノ瀬かなの秘密の部屋、最後までゆっくりしていってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。一ノ瀬かなの秘密の部屋。では早速メールの方から読んでいきたいと思います。ペンネームまこちゃんさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さんこんにちは。こんにちは。この番組のおかげで救われた、助かった話があるんです。聞いてください。購入して数年しか経っていないテレビが調子悪くなりまして、ずっと画面が明滅状態でまともに視聴できなくなって1ヶ月ほどが経ちました。ふとあれ、最近秘密の部屋見てなかったと思い出し、テレビでこの番組を見てたら、だんだんと、テレビの調子が良くなってきたんです。前半見終わる頃にはすっかり元通りになって、もう一ノ瀬かなの秘密の部屋様様かなと、一ノ瀬さんスタッフの皆様、我が家のテレビを救っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。まさかの視聴できなくなって1ヶ月ほどで、秘密の部屋を見たタイミングでだんだん良くなっていったんですね。これは確かに何かありそうな感じがありますけれども、やっぱりこう私の声のマイナスイオンでテレビも癒されたのかしらって感じですね。ありがとうございます。でもね、テレビで見てるのか、でも YouTube も今テレビでね見れたりしますもんね。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、テレビも治るし、受験にも合格するし、大金持ちにもなれる番組ですあれ大金持ち、
勝ったんでしたっけ。ちょっと勝った。確かにすごい番組ということで、ご利益がある番組なんでしょうかありがとうございます。では続いて読んでいきたいと思います。ペンネームこのはもさんからいただきました。ありがとうございます。この番組ですっかり準レギュラーになった棒、せっかくなので名前をつけてあげたいですね。以前一ノ瀬さんが棒をボッコと呼んでいたのが可愛かったので、ボッコちゃんはいかがでしょう。そうですね、ということで、あ、これ割となんだかんだで毎回くらい出てきてる。前回は出てこなかったか、はい、終わろうのコーナーでも出てきましたし、なんかね、さんま御殿出た後の時にもね、このね、さんまさんがいつもこうやってねやってるから、それをモチーフに作ってくれたりとかしましたけれど、なんとも言えない手作り感なんですけど、確かに今後ももしかしたらなんかレギュラー化してきてますよね、この子。改造してね、あ、また改造して、まあ、新しいバージョン、その時のコーナーに合うようなものを多分生み出してくださると思うので、確かにボッコちゃん、ボッコちゃんだったらいいのかな、多分呼ばないと思うまあでもボッコちゃんと命名しましょう。ありがとうございます。呼ぶ日は来るのかしらありがとう。では続いてペンネームもりもりさんからいただきました。ありがとう。かなちゃんこんばんは。こんばんは。かなちゃん、今までの人生でこれは面白くて好きな漫画あるんですか。ちなみに僕はワールドトリガーとヤクネバ、通り部、ナルト、ブルーロック、ハイキュー、フリーレン、銀魂、バラカモンです。ジャンルは全然何でもいいです。かなちゃんが好きな漫画を教えてください。そうですね、私も銀魂とかアニメは見てたりとかしたんですけど、フリーレンもね読んでくれてるということでありがとうございます。これは何だろう。あ、テニプリ、あ、テニプリはもちろん大好きです。テニプリはもう大前提としてもう殿堂入りしてるのでね、アニメもね、漫画もゲームも。でもまだ言ってなかったかも、言ったか分かんないんですけど、今日から俺は、まあ、映画化もされてますけど、まあ私は原作も読んでいたので、はい、そうなんです。めっちゃマウント。そうなんですよ。兄がいるので、兄がこう今日から俺はの漫画を全巻持ってたので、私も読んで、なんかもう何周もしてましたね。本当に面白いです。今日から俺は。私は結構漫画から入ったので、漫画をよく読んでたんですけど、まああとその作者の方つながりで言うと、天使な粉まいきっていう作品も好きで、なんかそれはまだ主人公の女の子が本当は男の子で、でも魔法使いにめちゃくちゃ美人の女の子に変身させられてみたいな、そういう物語なんですけど、そう、まあ結末はね、まあ知ってはいるんですけれども、なんかすごくこう天使な粉まいきの、なんか天使って書いて天塚めぐみちゃんだったかな、天塚めぐみちゃんっていうあの主人公の女の子がめちゃめちゃ強くて、そう、そう、戦ってる姿も華麗でね、かっこいいですし、ぜひそちらもね見てほしい。あとお茶にごすっていうのも確かその作者さん書いてた気がします。お茶にごすもね少しだけ読んでたんですよね。でも、ね、今日から俺は大好きでした。三橋伊藤どっち派、うわー迷う。いやでもなんか三橋は金髪でセコいんですよそう、運動神経抜群なんですけど、まあ今日から俺はって喧嘩の物語なので、別の高校の人たちと戦ったりとかするんですけど、まあ三橋伊藤っていうのは、まあいつも一緒につるんでる、まあダチみたいな関係なんですよね。で三橋はまあ主人公なのかな、主人公なんですけど、もともと黒髪で金髪に染めて、で高校デビューをしたんですよ。でその染めた時に伊藤と出会うんですよね。美容室で伊藤と出会うんです。伊藤もちょっともともとちょっと地味っぽい髪型だったんですけど、とんがり頭になって、三橋は金髪、伊藤はとんがり頭なんですけれど、うわ、まあ三橋は
とにかくなんか喧嘩中に砂をかけたりとかして目つぶしをしたりとか、やばくなったらチャリで逃げたりとかするキャラクターで、伊藤は結構真面目ですかね。きょうちゃんっていうね彼女がいるんですけれども、まぶい女の子。でも正直どっちも同じくらい好きで、そう。でもなんか今井っていうね、後半、まあ割と序盤にも出てくるか、序盤に出てくる何とも言えない、いつも三橋にかわいそうな目に遭ってるキャラクターもいるんですけど、それも好きで、でもどちらかというと伊藤かな、どちらかというと。でも三橋も好きです。でもその後後半に出てくる、名前忘れちゃったんですけど、敵校の不良が良かったんですよ。なんか背ちょっとちっちゃめな、最初はやばいやつみたいな感じの立ち位置だったんですけど、最終的には丸くなったキャラクターが本当の後半の方にいるんですけど、そのキャラクターは好きでした。名前が全然思い出せないんですけど、はい、ですかね。ありがとうございます。はい、続けてじゃあもう一通読んでいきたいと思います。ペンネーム劇さんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。日本撮りお疲れ様です。私は最近オークションサイトにハマってしまい、先月は大好きなヒゲヒロのグッズを揃えるために20万近く使ってしまいました。10月もすでに10万近く使ってしまい、さすがにちょっとやりすぎだなと反省しております。一ノ瀬さんは最近買った高価なものは何かありますでしょうか。それでは。グッズでそんな、やっぱ相当大好きなんですね。だって揃えて先月だって合計30万、2ヶ月で30万ヒゲキログッズを買ったってこと。でもそんないっぱい出てるんですね。30万くらいになるくらい。でもそうだな、私でもなんかこの間アマゾンでなんかまあ日用品とかも買ったりするんですけど、なんか気づいたらるっちゃんのものが2万くらいになってました全部ほぼるっちゃんで、なんかちょっとね、るっちゃんを病院に連れてくときに、まあカバンの中、猫用のカバンに入れるんですけど、それがこうショルダー掛けのやつで、もう4キロるっちゃんあるので、ほんと肩が痛くなっちゃうんですよね。だからリュックタイプのやつを買いました。それとあと何かあった時用のなんかちょっと布でできたサークル、まあ、緊急用のやつで、トイレのやつも、トイレ的なのも入ってるやつとかを買ったりとか、まあ、あとるっちゃんのトイレの砂をなんか前は薬局とかで買って持ち運んで、家の中に持ち運んでって感じだったんですけど、すごい重たいので4袋同時に買ったりとかしてます。なんかそう、箱でしか売ってなくてバラ売りしてないんですよ。で気づいたら2万くらいになってたかなって思いますね。まあでもあと私は結構靴とかが好きなので、最近ね、だから靴とかをなんかちょいちょい買っちゃったりとかはしますけれども、皆さんは何にお金を使いますかね。あともうね、外食もしちゃうかな最近は。コンビニか外食ね、作りたいんですけどね。はい、ありがとうございました。尖った靴、やば、めっちゃ尖ってるんじゃん、イラスト尖った靴はね、もうあんま使わない尖った靴はやばいよ。はい、持ってますか尖った靴は。ある、ちょっとならある。おー、尖っ、ほんと先っちょね、つま先がもう入らないくらいまである私は持ってないです。基本的にスニーカー系が多いです。履きやすさを重視してるので割と、かなって思います。ありがとうございました。ということで皆さん、引き続き私に聞きたいこと、話したいことなどお便りお待ちしております。一ノ瀬かなの秘密の部屋。ここからはこちらのコーナー、 I love。はい、私がテニスの王子様を大好きなように、皆さんの大好きなもの、熱中しているものを教えてもらおうというコーナーでございます。では早速リスナーの皆さんのアイラブを紹介していきましょう。ペンネームキトキトさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さん、こんばんは。こんばんは。私が今大好きで仕方がないもの、それは卵です。
空前絶後の卵ブームが到来した私は毎日何かしらの卵料理を作っています。特に卵焼きが大好きで専用のフライパンを買ったほどです。一ノ瀬さんは好きな卵料理ってありますか？私の胃袋を満たしてくれるそんな卵が大好きだ卵焼きは私も好きですから得意料理は卵焼きって言ってます。まああんま作れないんですけどそう、卵焼きとスクランブルエッグかな。ちょバターをねたっぷり使ったスクランブルエッグが本当に美味しいんですよ。でも卵焼きはなんだろう、白だしと砂糖と、うん、まあ時と場合によりけりマヨネーズをちょっとだけ入れたりとかしております。うん、私はね甘じょっぱい卵焼きが大好きなので。そうね、キトキトさんはどちらの卵焼きがお好きなんでしょう。だしか甘い方か。でも私はだし巻き甘じょっぱ卵焼きの方が好きです。うん、ありがとうございます。目玉焼きは何派？あ、ソースですか？あ、ソース派。私はソース派。塩とか醤油とか塩醤油、なんか醤油も好きなんですけど、私は割とソースかな？それか何もつけないか。うん、なんかシンプルに楽しみたいときは何もつけないけど、なんか最後に私の食べ方があって、目玉焼きはまず黄身は最後に取っておくんですよ。周りのこう白身だけをまず食べて、最後に黄身を一口でいくっていうのが大好きな食べ方です。で普通に割っちゃったら、あのお皿に黄身がねいっちゃって、なんかね食べれなくなっちゃうので、少なくなっちゃうから黄身はまるっとねパクッといっちゃう派です。はい、ありがとうございました。わ、卵焼き食べたくなってくるな。夜中でも食べたくなるんですよ、卵焼き。ありがとうございました。そしてペンネームアンドリューさんからいただきました。ありがとう。ちゃんかな、こんばんは。こんばんは。僕が大好きなのは餃子の王将です。餃子や焼き飯に天津飯やラーメン、手軽に味わえる本格中華が美味しくて通っています。そしてスタンプキャンペーンでは王将グッズをもらえるのも嬉しいです。僕はこの前ワイヤレスイヤホンをいただきました。おお、そんな餃子の王将が大好きだ。お、写真もいただきましたよ。おお、え、この箱は何だろう、大きめな。これに餃子入ってんのかな。あ、イヤホンが入ってる箱。あ、なるほど。え、かわいい。餃子のイラストもかわいいですね。そう、私あんまり前回ね餃子の王将行ったことがないっていう話をしたんですけれど、あ、まさか、あ、スタッフさんがスタンプカード開いても3ポイントこれ出してきたならもっと貯まっててほしかったありがとうございます。すごい。でもこうやって貯めてってグッズと交換していくんですね。目覚まし時計とかもゲットしたそうですよね。すごい。で、なんかその時々によってグッズが違うんですか、もらえる。でもワイヤレスイヤホンは結構ね実用性があって、なんかちょうど良さそうな感じもありますけど、なんか何よりパッケージが結構可愛いんですよ。うん、そう、なんか餃子のマークがすごい可愛くて、普通に私も欲しくなっちゃいました。ありがとうございます。あ、ちなみに、ディレクターさんはカニ玉、カニ玉がおすすめです。3種類のあんがある。選べるんですか、それ。あ、カニ玉はなんか食べたくなってきた。ふわふわ、お腹空いてきちゃう、さっき食べたのに。いいですね。あ、これか、この茶色いあんみたいなのがかかってるのがカニ玉ですか。あ、ごめんなさい、私見づらい位置にいますよね。うん、いいですね。餃子と一緒に食べるとなんかまた味わいが変わって、餃子をディップして、あ、カニ玉のあんで餃子をディップして、 いろんな食べ方があるんですね。うわー、わ、餃子いいですね。私も一時期ハマって、冷凍のパック、多分違うところなんですけど、冷凍のパックを買って焼いたことはありましたけど、冷凍でもやっぱ結構クオリティは高いですもんね今。でも店舗に行って食べたことはないので、焼きたてはちょっと
行けることをめどに頑張ってみます。ね、タイミングとかによりけりなんですけど、いずれ行きたいですね。ありがとうございます。ということで以上でございます。今回はここまででございます。こんな感じで皆さんが大好きなもの、作品、場所など好きなものなら何でも OK です。以上、アイラブのコーナーでした。一ノ瀬かなの秘密の部屋。チャット市川奈の相談室。はい、この番組で開発した最新 AI チャット市川奈が皆さんからの質問やお悩みに答える今夜だけの特別企画でございます。はい、8月くらいに一度壊れてしまって修理に出していたんですけれども、やっと治ったそうでございます。はい、ちなみにね、最近見てくださった方は何のことかよくわからないと思うんですけど、そんな方は第51回の本編と第57回の会員限定放送を見てくださると嬉しいです。なんのこっちゃの方はぜひそちらへ行ってください。はい、ということでね、スタッフさんが直してくれたんですかね。心配ですけど試してみましょう。あ、試してみますか。じゃあ早速いきますね。チャット市川奈、おかえり。ただいま、市川奈ちゃん久しぶり。私を操る者はもういなくなった。安心して。そうですね、うん、操る者はもういなくなったって大丈夫ですか。ちょっと不安感がありますけれども、でもまあね、まあ結構だいぶなんか安心できそうな感じの雰囲気は今のところ正常なので、じゃあ早速ね、リスナーの皆さんからいろんな質問が来ていますので読んでいきたいと思います。ペンネームカーロさんからいただきました。ありがとう。ゲームセンターのいろんなタイプのゲームで景品をうまく取るコツを教えてください。ではチャット市川奈が答えます。そうですね。ゲームセンターいろんなタイプで景品なんですけれども、まず UFO キャッチャーっていうと、大体あれは確率機でございます。なので、粘ったもん勝ちなんですよね。本当に何度も粘ったらチャンスが来ます。その時に備えて慎重にアームを動かしましょう。まあ、それ以外で言うと、まあ、アラカルト3だか4だかっていうやつがあるんですけれども、それはもう確率ゲーではなく、己のタイミングで止めたりするゲームですので、まあそちらは割と取りやすい方かなと思います。はい。店員さんと仲良くなるとかは、まあはい、そうですね。店員さんに何回も聞くのもありです。ちょっと、すいません、ちょっとここ何回も今いくらくらい使ったんですけれども、ちょっと難しくてって言うと、割と店員さんが動かしてくれたりとかして、取りやすくなります。で、その店員さんとコミュニケーションを取るのも一つの手かなと思いますね。はい。ということで。なるほどね。勉強になりました。私も店員さんとコミュニケーションを取ったりとかして、なんか箱系のね、フィギュアとかを取ったりとかしましたけれども。そうなんですよね。本当に難しくて、やっぱああいうのって、なかなかこううまくいかないし、一旦ちょっとなんかダメな角度になったらもう一生抜け出せないポジションもあるので、そういう時はね、ぜひ店員さんの力を借りてみましょうということです。では続いて読んでいきたいと思います。市川奈演じ分けができましたね。市川奈、そうですね、演じ分けできてましたよね。アップデートがなんかこう人間らしさがちょっと増した気がして、うん、なんか最新バージョンって感じがしていいですね。期待が高いです。はい、続いてペンネームヤウさんからいただきました。
12月に北海道旅行に行く予定なのですが、おすすめの観光スポットとか食べ物を教えてほしいですということで、チャット市川アナがお答えします。そうですね、北海道っていうのはね、こちらに今番組の MC を務めている一ノ瀬かなちゃんも、北海道出身なんですけれども、まあおすすめの観光スポットっていうのはだいたいこう Google とかで出てくるんですけど、まあそこを検索していただいて参考にしていただくのも一つの手かなというふうに思いますし、まあでもそうですね、まあラーメンとかは定番なのかなっていうをいうふうに思います。本当に私あんまり外食をしてこなかったのでですね、何がいいのか正直わからないですよね。基本的によくわからないんですが、まあ、ジンギスカンとかは確かに美味しいと思います。北海道のものはね、あでもやっぱ回転寿司とかぜひ行ってほしいですね。まあ、トリトンとかもねこっちにもありますけれども有名なところでございますので、ぜひ行ってほしいなって。北海道のねどこに行くのかにもよるんですけれども、まあ札幌とかだとまあ普通に美味しそうなトリトンとか行ってみるのもありなんじゃないでしょうか。ラーメンとかもね、うん、AI は食事できないんですもんね。いやでもそうですね、画像を見たらどんな味かっていうのはなんとなく分かるようになっております。はい、ということで以上でございます。はい、ということで、お、でも最新機能がねまた追加されたようで、味覚もね画像を見ただけで分かるっていうのがねすごい機能ですよね。確かに札幌どこに行くのかに多分よるんですけど、まあ函館とかだと、まあ、全然海鮮系は美味しいと思いますし、まあ函館行くならラッキーピエロとか、まあそこは私も修学旅行とかで行ってきて美味しかったのでぜひって感じなんですけど、札幌は正直よく分かんなくてね、そうなの、実家飯しか食べてこなかったんですよほぼ。あ、でもビッグ丼大好きビックリドンキー大好きなんです。だからぜひね、こっちにもあるんだけどビックリドンキーもういいと思います。まあ、あとね、トカチとかもし行くのであれば、まあ、豚丼とか、あ、そう、インディアンカレーとかも美味しいんですよ。あと、ね、三好のとかも美味しいそうです。あとクランベリーの読谷ソフトとかも美味しいので、まあ、もし帯広とか行く機会があればインディアンカレーとクランベリーなどを召し上がってみてください。ありがとうございます。ぜひ楽しんで来てください。途中めっちゃ流暢でしたね。途中流暢でした。本当ですか。すごいやっぱ最新になっているんですよね。すごいな、だいぶ更新してますね、いろいろと。はい、では続いて読んでいきたいと思います。ペンネーム秋元亜希さんからいただきました。ありがとうございます。納豆苦手、どうしたら食べられる AI から AI なんか点丸点はてな、ということでチャット市川アナがお答えします。はい、そうですね、まあ、納豆苦手と言われていますが、まあ、正直言うと、まあ、苦手なものは別に食べなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、でも納豆の種類によってはそんな臭みとかないものもあるんですけれども、まあ納豆のどういうところが苦手かによりますよね。まあそもそもネバネバが苦手なんだとしたら、まあ克服するのはちょっと難しいかなというふうに思うんですけれど、まあ割と納豆の種類、私はなんだっけな、あの納豆が好き、なんか、スーパーとかに売ってるなんかトロット豆みたいなのが一時期ハマっておりました。私はい、トロット豆とかも一時期美味しくて食べてたのと、今はセブンの北海道納豆みたいなものを食べてます。食べてますあ、画像を見てね食べてますけれどもね、ぜひぜひなんかいろんな種類を試して自分の味覚に合うものを探してみるのもいかがでしょうか。ちなみに、市川アナが苦手なものは、まあ、そうですね、市川アナが苦手なものは、まあ、基本的にそんな苦手っていう意識はないんですけれども、辛いものはそんなに得意ではありません。
画像を見ても辛いものはちょっと本当にいろいろと大変なことになってしまうので辛いものは控えるようにしております。うん、ということで、はい、ありがとうございました。はい、チャット市川奈は辛いものが苦手ということで、なんか私とリンクするところが多くてすごい親近感湧いちゃうんですけれども、私もねトロット豆っていうね納豆に一時期ハマってたことがあったので、うん、あ、牛乳納豆茶漬け、どんな味、ね、恐ろしい、まあ、美味しいのかな。で、私納豆と卵焼きの組み合わせが大好きなんです。超美味しくて、納豆と卵焼きさえあれば私は生きていけるってくらい好きなんです。ありがとうございました。では続いてペンネームキスケさんからいただきました。ありがとうございます。最近何かをしようとドアを開けた瞬間何をするのか忘れてしまいます。ドアを開けると忘れてしまうので、ドアを開けずに部屋の移動をするにはどうしたらいいでしょうか。おお、ではチャット市川奈が答えます。あ、はい、そうですね、まあ、ドアを開けずに部屋の移動をするにはどうすればいいでしょうかという答えがあるんですけれども、まあ、簡単です。それはドアをぶっ壊せばいいと思います。ドアをねぶっ壊せばドアを開ける必要もありませんので、常に快適なそんな生活を送れるんじゃないでしょうか。私もですね、猫を飼っているんですけれども、猫が、あ、私、はい、私も飼っているんですけれども、まあ、同じ、はい、あっちの世界で、扉の引くタイプのドアなんですが、扉の前に猫がデーンって寝っ転がっていると、扉を開けるのにいつも一苦労しております。でもかといって開けっぱなしにすると、こう冷房だったりとかがちょっとね大変になっちゃうので、閉めたりとかしてるんですけれども、はい、なんかあと声が響く危険性もあってちゃんと閉じたりとかしてるんですけど、まあ、猫ちゃんがね扉の前にいるといつもこう、でっちゃんルッちゃんどいてって言いながら開けてます。ルッちゃんお名前も、はい、同じなんですね、いちかなちゃんと。うん、でも固くなりどけようとしないので、ちょっとスライドして無理やり開けてます。はい、ということで以上でございます。はい、ありがとうございます。あ、すごいですね、なんか私のこう考えみたいなのを引き継いでいるんでしょうか。盗まれてる、盗まれてる。あれ、そっか、機密情報がもしかしたら、怖いですね、人工知能だから私の考えとリンクしているところは大きいのかもしれません。ちなみに市川奈をもっと解明したいので会員限定パートもやりましょう。おー、市川奈が会員限定にも来るそうです。ぜひ皆さん会員限定でお会いしましょう。ありがとうございました。ということでここまででございます。ぜひねこの後もよろしくお願いいたします。以上、チャット市川奈の相談室でした。一ノ瀬かなの秘密の部屋、ドアをぶっ壊せばいいと思います。一ノ瀬かなの秘密の部屋、前半パートはお別れのお時間です。後半は会員さん限定なので、ぜひ会員登録をしてお待ちください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りは番組の投稿フォームから送ることができます。私への質問や話してほしいこと、皆さんの身近にあった出来事など何でも OK です。 I love のコーナーでは皆さんの大好きなものについて教えてください。そして日本全国お便りの旅では、全国のグルメ情報やおすすめスポットを募集しています。全国制覇まであと少し。今画面に出ているこちらの都道府県の情報を送ってくださると嬉しいです。最後に私一ノ瀬かなからのお知らせです。テレビアニメ早々のフリーレン、フェリン役で出演いたしております。そして冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってた、セレンボルド役で出演しています。そして聖女の魔力は万能です、アイラ役で出演いたしております。
そして来年1月より放送のテレビアニメ最強タンクの迷宮攻略ルナ役で出演いたします。そしてイベント出演のお知らせです。11月12日日曜日、あやかしトライアングルブルーレイ &DVD 発売記念イベントに出演いたします。ぜひ来てください。ということで、一ノ瀬かなの秘密の部屋第63回放送いかがでしたでしょうか。ね、今回は久々にチャット一カーナが出てきて、だいぶアップデートされた感じなので、今のところ異常は、あ、でもなんかデータをね盗まれてる感じがあるので、そこはちょっと怖いなって思います。セキュリティがねちょっとすごいなんかね幅広くやってるんだなって思いますけどね。ありがとうございます。ということで、次回の放送は11月16日木曜日の22時30分からです。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は一ノ瀬かなでした。バイバーイ。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。